こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶かけの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、竜となって天に昇り、座となって草にいるです。修行によって高い境地を得た者がある時は竜のように堂々と鋭い力を表し、ある時は蛇のように身を低くして俗人に入り、主上サイドに徹すること、大乗仏教における菩薩行のあり方です。金毛の獅子変じて犬となるも、これと同種子の語です。ただいまから竜となって天に昇り、座となって草にいるを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。